カキツバタは、アヤメカアヤメ属の植物である。シベリア南部から日本にかけて分布する。具体的には、ロシア、中華人民共和国、朝鮮、日本に見られ、さらに、オーストラリア西部にも持ち込まれている。カキツバタは湿地に群生し、毎年5月から6月にかけて、紫色の花をつける。内科皮片が細く直立し、外科皮片の中央部に、 白ないし炭鉱色の斑紋があることなどを特徴とする愛知県の喧嘩でもあり、それは三河国八橋が伊勢物語で有原の成平が柿椿の歌を歌った場所とされることに由来しているから転向きつつ,つ、なれに湿ましあればはるばる気ぬる旅をしず思う有原の成平の映画江戸時代の前半にはすでに多くの品種が成立しており古典園芸植物の一つでもあるが、 江戸時代後半には、花勝部が非常に発展して、柿椿はあまり注目されなかった。現代では再び品種改良が進められている。漢字表記の一つ、柿椿は、本来は、ヤブミョウガという別種の漢名であったが、柿椿と混同されたものである。純絶滅器具2007年8月列島リスト。以前の環境省レッドデータブックでは絶滅器具、ー類。 浦江柿椿南き亭宝雪が何わ百景柿椿を描いた美術作品には小形光林の柿椿図屏風などがある。ありがとうございます。